ピリエマー君の農業奮闘記。はい、どうもお世話になります。マー君です。今日はですね、コンバインのメンテナンスをしていきたいと思います。ディーゼルエンジンのオイル交換です。こちらにドレミボルトがあるので、ここから外していきます。まずですね、カバーを外して、そしてですね、上のキャップを外してからドレミボルトを取っていきます。はい、取れました。出てきました。はい、今回ですね、添加剤入れていきます。ピットワークさんのですね、モリプラスと洗浄剤ですね、燃料系洗浄剤です。はい、それではですね、上からの目線になります。最初ですね、オイルをちょっと入れてから、私の入れ方はですね、ちょっと入れて、このようにモリプラスを入れました。そしてまた入れていきます。ちなみにですね、コンバインのディーゼルエンジンオイルはちっちゃいので、2リットルちょっとで入ります。はい、ゲージを確認してですね、終了となります。はい、次はですね、燃料を入れていきます。軽油になります。うちぐらいのですね、3畳狩りぐらいの小さいコンバインになると、給油口はですね、後ろになります。はい、こちらがですね、燃料添加剤となります。ピットワークさんです。こちらはですね、ディーゼルエンジン用になっております。第3世代目になるので、ものすごく効果は抜群です。エンジン内部のクリーンにしてくれて、そして燃費向上もしてくれます。農機具に添加剤っていう思われるかもしれませんが、乗ってみた結果、エンジン音も変わり、そして燃費も良くなりました。やはりですね、無敵のピットワークさんですね。ぜひとも試してみてください。励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。